こんばんは、みなさん、はい、今日も始まりました、おかっぱみきとしぬまずの生配信。こんばんは。さあ、しぬさん、ご挨拶いいですか。ご挨拶、ご挨拶。せーの、おかっぱみきとしぬまずです。今どうやったの？どうだったっけ。しぬまずです。そう、おかえくん。はい、わかりました。はい、こんばんは、おかっぱみきとしぬまずです。いつになったら習得はできるようになるんでしょうか。だから最初に閉じてから始めるのか、始めて閉じ、開けてて閉じるのか分かんなくなるんで。じゃあ、習得君の心のドアを開くっていう、心のドアを開くシネマスです。あ、そしたら忘れないでしょ。これじゃないよ、これいただきますね、これ。こうしちゃうね、つい。あ、ただいまー。なんか止まるね。なんか止まっちゃいました。シードさん家に来てから止まるようだった。ね、フリーズ気味だね。ね、でも明日私なんかね、なんでだろう、スマホ買い替えようかななんてふと思ってて、はい、うんうん、そう、スマホ買い替えるなら土日の方がキャンペーンやってるからさ。あ、そうだね。キャンペーン狙ってちょっと買い替えてみようかなと思うんだけど、うん、今私スマホの毎月の料金1300円なのね。おお、安いね、なかなか。そう、基本的に、まあ、まず一つ原因があって、うん、理由があって、うん、私スマホ買うとき本体一括で買うの、いつも。ああ、なるほどね。うん、その方がさ、はいはい、ほらなんかクレジットカードのポイントがついたり、うんうん、運河の電気のポイントがついたりするじゃん、うんうん、だから一括で買うのね、スマホはいつも。なるほど。で、スマホだから毎月の料金にスマホの分割金が入ってこないっていうのが一個と、はい、あと今格安SIM使ってんだ。ああ、はいはい。そう、 IIJMIO っていうやつで、はいはい、使ってんだけど、うん、まあ私の、毎月使う通信容量と、うん、あんま通話も全くしないし、うんうん、まあ、使っても LINE とかだから、うん、で基本的に家で作業するから、うん、そうそう、まあ、家の Wi-Fi でいいじゃんって感じになって、うん、で今ね、ちょっとびっくりしたことに、家の Wi-Fi が無料なのよ。家賃に込みなの。マジで、うん、なんでなんかわかんないけど、多分ね、私のお家、あの米軍のさ、飛行場にすごい近いじゃん。あー、はい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 。あれもあって、うん、そう、まあ、防音とかさ、この家もなってるけど、うん、そう、多分そういう観点からじゃないかな。 NHK の半額らしい。マジで、うん、え、Wi-Fi 半額ってどういうこと？じゃ、Wi-Fi 0円。インターネット、インターネット回線そのものが辛いの。そう、え、超羨ましいんだけどさ。で、私ルーター持ってるから、2台持ってるからルーター、うん、そう、だからつなげる。え、ハイパー羨ましいんだけどね。マジで、うんうんうん、すげえいいさ。だから毎月の通信費1300円だけなの。すごい羨ましいね。で、今回非常に気になってるのがですね、はい、ちょっと前の2年半ぐらい前のね、機種で、うん、まだ現役ですごい、これはシリーズ史上最高傑作なんじゃないかって未だにね、その一部の人から言われている、はい、iPhone SE、あー、はいはいはい、一緒かと思っていて、私、はいはい、ちっちゃいのが好きだから、はいはい、大きくなったら片手でできないじゃん。そうだね、ピッピッて、うん、そうそう、だから女性は結構小さいの求めてるんじゃないかなと思うんだけど、で別にそんなにハイスペック高い機能のものを求めてないから、うん、はいはい、SE でいいかなと思って。なるほど。で、それを私一括で買うと毎月1年間、うん、スマホの費用300円の、あ、本体割引が入るからってこと。そうそれは安いな。そう、でも格安SIMからワイモバイルってところに行くんだけど、あー、ワイモバイル買えるんだ。そうすると毎月割が適用になるから。なるほどね。で、アップルストアで、うん、そう、同じ端末、同じ機種ね、はいはい、買ったのとシミュレーションしたの、うん、自分に計算して、そうすると2万円くらいワイモバイルにする方が安い。プラス5分間通話無料がついてくるから。あ、そうだね。そうで、結構いいなと思って。得じゃん。そう、いろいろそういうの考えるの好きで、もし皆さんスマートフォン変えたいなと思ってる人いたら、私相談乗りたい人だから、ぜひ相談、おかっぱみゆきまで、そう、コンサルティングさせてください。シェードもね、変えたもんね。ちなみに俺も格安スマホね、俺 OCN、 ん、 OCN なんだ、モバイル、 OCN、 うん、 OCN モバイルだったかな、 UQ とかじゃなくて OCN で、確か OCN だと思う、うん、で、月1500円かな。お、いいじゃん、いいじゃん。ただ俺はネット回線が無料じゃないから、ネットと OC
しネットも教える？ネットはソフトバンク光。あ、バラバラなんだ。そうで、ソフトバンク光からスマホ OCN に変えたタイミングでもう引っ越しが決まってたから、ソフトバンク光解約時期は超えちゃってたの。ちょっとした事情があって確か。あ、超えてなかったのか。どっちやねん。あれどっちだっけな。更新月でちょうどソフトバンク光が。で、ソフトバンク光更新月だから解約して OCN に切り替えようと思ったんだけど、うん、OCN に切り替えるのにかかる費用がだいたいいくらぐらいだったかな。1万ちょっとかかるくらいだったね。で、ソフトバンク光をそのまま引っ越して使うってなった時にかかる費用は2万円くらいだったんだけど、その2万円は無料ですってキャンペーンをやってて、じゃあソフトバンク光じゃなくてやめて更新に変えて1万3000円かかります。で、そのまま使い続けた時どっちが安いかなって考えた時に、毎月のコストも含め、毎月のコストも含め、その時にトントンだったんだよ確か。割引とかないの？スマホがね、500円引きかな。それも加味して、それも加味してトントンで、で、OCN のモバイルの窓口は家電量販店にあるんだけど、ウェブの窓口って家電量販店なくて、で、それでちょっと引っ越しの手続きでバタバタしてるのにウェブの手続きもちょっと手間だなって思った時に、引っ越しの番組の手続きは電話1本でできたから、なるほどね、じゃあとりあえず2年間はその2年間使うだけだったらトントンで変わんないから、じゃあ次の更新時まで光でいくかと思って。わあ、完全にあれだね、サービスの問題でだね、うん、やっぱ店員さんから話聞きたいタイプ。いや、そのウェブで手続きするとめんどくさいっていうタイプ。逆に私逆にね、なんかね、店員さんと話すとめんどくさい。でちょうどその引っ越しのなんだでバタバタしてて、もういいやと思って、で、やめちゃったな。そうかそうかそうか。で、みんなコメントもいただいてるよ。小川さん、iPhone っていいやつ、18万くらいしますよね。うん、そう、あの私、あのスペックいらなくて、スペック、あの機能ね、あんなすごい機能いらなくて、やっぱスペック表っていうのがウェブで上がってるんですけど、インターネットでね。それ見て、ちょっとこれは、これに18万払うのは、ちょっと、と思って、その人によるかも。うん、18万か。そう、ミーハーな人とかさ、なんかそれ持ってることがステータスっていう人はいいかもしれない。果たしてその機能を使い切るかどうかっていうところも、その新しい端末を決める上での一つの物差しになるんじゃないかなと思いますけどね。で、翔子ちゃんが私のも考えてよって、オッケーオッケー。SE にしよう、一緒に。SE ってまだ全然売ってんの？あのね、結構在庫がね、薄くなってきてる。あ、そうなんだ。から、もう、最初本当は9月1日に買おうと思ったの。9月1日にワイモバイルが新しいキャンペーンを始めてさ、通信容量が、3倍だったかな？になるキャンペーンがあってさ、そう。始まったから、そのタイミングで、9月1日土曜日やったから、そのタイミングで買おうと思ったら、引っ越しの後のバタバタで私もやっぱ、その時行けなくて。で、まあ、もうそろそろちょっと在庫薄くなってきたんじゃないかなと思って、一番理想はあの月末の土日に行くのがやっぱ暑いかなとは思ったんだけど、ね、今月ね、空いてる土日が明日しかないんだよ、私がスケジュールと、いうことで明日ちょっとやってみようかなと思いますけど。なるほど。もともとね、2人とも通信業界にいたので、この話どっちに相談しても多分お得な提案ができると思います。ちなみに僕はまあ、ワイモバイルで、そうでしたけど、ワイモバイルね、あの渋谷のね、すごい一等地のお店で、渋谷のね、バリバリ某インダー電機、そこまで行っちゃっていいの？そうなんだ、いいと思うよ。でも私はね、何気ね、月間売上台数日本一だったことあるんですよ。おー、すごいじゃん。イエーイ。たまたまみんなが売れない月に私だけ調子良かったっていう感じだけどね。はい、コメントいっぱいありがとうございます。あんまね、この話面白くないっぽい、視聴者があんまいないということで、いっぱい話しましたけれどもね、はい、スマホを何にするかっていう話から始まりましたけれども、うん、毎回ね、この番組は台本が一切ありませんので、はい、で、アスアミさん、こんばんは、間に合っただって、ありがとうございます。ということで、そろそろね、スマホの話してると30分経っちゃうので、カバーソングをやってみたいと思います。これはね、私が前の前の配信ぐらいでムーンライト伝説どうかって話をしたので、ね、それでその話を前回したら、みんながムーンライト伝説っていう風にね、
ストくれるようになりまして、で結構ね4票ぐらい入ってた、私含めて5票ぐらい入ってた。この曲人気だね。結構人気。あの私なんかもうもろねこのアニメの主題歌になってるねアニメがね、もうもろ世代、美少女戦士セーラームーンね。美少女戦士だったっけ。そう、美少女戦士セーラームーン。なんだと思ってたのじゃあ。いやセーラームーン月に変わって戦う人って感じ。月光戦隊みたいな感じだった。なんで美少女戦士セーラームーンだよ。そうということで、セーラームーンの主題歌ムーンライト伝説を今日は歌ってみたいと思います。ではお聴きください。さあシェード君は果たして歌ってくれるのでしょうか。前回ねトークの中でシェード君がメインボーカルを歌うかもしれないっていうね話題になりましたけど、今日は歌ってくれるのでしょうか。お楽しみに。セーラージュピターは？ジュピターは違う、木星。あ、そうか、木か。うん。
え？髪の毛青。青青。セーラー。水星水星。水星って英語でなんだっけ？あれマーズ。うん。ムーン、マーズ、うん、ジプター。うん。水星って英語でなんだっけ？マーキュリーだね。マーキュリーか。セーラーマーキュリー。ミスのアミちゃん。そう、私の世代の子は多分言えるんじゃない？はい、じゃあさ、金髪の子は？金髪の子。それ月のうさぎじゃない？あ、そう、月のうさぎは金髪か。もう一人です、金髪。金星？金星？金星、金星。金星は、金星は、金星は。ありがとうございました。チェイヨ君、ぜひググって調べてみてくださいね。そう、私たちの世代ね、30代ぐらい以降、30代以降の人はみんなわかるんじゃない？全然わかんない。トミユさんが、私はタキシード仮面が好きだったって。タキシード仮面知ってる？タキシード仮面。なんかタキシードで仮面つけてんの？そのまんまじゃん。でもなんかそんなキャラがいたような気はするな。金星って英語で何？なんだっけ、セーラー、ヴィーナス。あ、セーラービーナス。そう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 。それで何人？ムーン、うん、ジュピター、うん、マーズ、うん、ビーナス、うん、マーキュリー。マーキュリー。あとね、まだまだいて。嘘。そう、まだまだいるの。え？天王星とか冥王星とか。マジで？セラムーン？全然知らない。もっといるよ。チビウサとかも出てくるじゃん、後半から。チビウサってなんだっけ？ちっちゃい、ちっちゃいのピンク頭の子だよ。子供、子供。子供？うん。なんでそんなびっくりすんの？月のうさぎ子供産むの？月のうさぎの子供なの？ちびうさんって、わかんない。その辺ね、あやふやなんだけど。あ、サタン、セーラーサタンとかいるよ。サタン、うん、悪魔？ね、悪魔なのかな。すごね、そんな感じなんだ。なんか、セイントセイヤみたいだね。で、関さんがね、みなこちゃんが好きだっただって。みなこちゃんってヴィーナスのことだっけ？誰のことだっけ？なんかちょっとなんかね、あやふやになってきてる、この辺に来ると。うさぎちゃんの子供って書いてある。あ、そうなんだ、ちびうさん。そうなんだ。未来から来たとかそういう設定かな、わかんないけど。ドラゴンボールのトランクス的な。あ、なるほどね。実はベジータとブルマの息子みたいな。あ、出た出た。すぐで、ドラゴンボールの話に持ってくんですよ。あのね、ちょっとね、難しいね、謎謎とか出すとね、すいません、わからないです、ドラゴンボールの問題でお願いしますとかって言われるの。じゃあ、大してね、ドラゴンボール詳しくなくて。そう。そうそうそう。全然詳しくないです。そうそう。あ、めぐみさん、こんばんは、うん。見てくれてありがとうね。そう、でね、はい、話が終わるんだけど。はい、どうぞ。今日私さ、カラオケレッスンをやってきたんですよ。はい、生徒さんがいらっしゃって、はいはい、私が講師として、カラオケを教えるみたいな、ね、僭越ながら教えさせていただくみたいな感じなんですけど、うん、そう、その時にね、声の出し方、はい、裏声の簡単な出し方、裏声になると声がちっちゃくなっちゃうっていう人とか多くて、チェイ君、裏声ってさ、どういうイメージ？裏声は声を裏返して出すイメージです。そうだね。はっみたいな。なるほど。あ、上手じゃん。そんな。そう、地声と裏声があって、そう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 。そうそう、地声は結構この喋ってる声に近い。はい。そう。ははで、すごい低い声出す時のコツもあったり、高い声出す時のコツがあったりとかして、それをね、今日、帰りの電車とかですごい考えてたわけ、一人で。あ、はいはい。どうやったら出しやすさのコツを説明できるかなと思って。あ、なるほどね。でね、まず低い声は、なんか、って声から、下に向かって声、って出すね。そうすると、それ綺麗に出すと、Every day I listen to my heart 出るでしょ。でも、ジュピターで覚えてたんだよ、これ。はいはいはい、そうそう、Every day, Every day 出しやすくなるのよ。そう。で、逆は、なんかね、鶏みたいに出すの。高い方ね、そうすると、ね、Every day, every day I listen to my heart で、出やすくなるの。Every day みたいな、こんな感じかなっていう、ね、のが見つかって、そう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 、これ今度から説明していこうと思って。普段これ、ね、皆さん授業で お金をいただきながら教えることなんですけど、そうそうそう、今日なんかね、ちょっと発見しちゃったからみんなの前で言いたいと思って、そう、シェド君もさ、なんかそういうのない？あ、これコツじゃーんって。 あるよ、うん、ある。ちょっと難しいけどね、ベースとかだと。ベースの話って面白いのかな、わかんない。あ、そうか、
上田名人からもね、カラオケは行くかもしれないけど、そっか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 。でもその、あの裏拍の取る練習とかって結構、はい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 、裏拍ってね、この、ワン、ツー、スリー、フォーの、ワン、うん、ツー、そう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 、そう、うんの部分で。その裏をその今のみゆきが言ったのは8分の裏なんだけど、うんうんうん、1、2、3、E、4、O っていう裏があって、うんうんうん、それを16にしたりとかっていうのをするんだけど、それでシャッフルさせてツッカ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 っていうリズムの、うん、カのとこだけクリックで取るメトロノームで取る。あー、なるほどね。ツッカッカッカツ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 ッカ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 ツッカ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 ッっていう練習をしたりとかするときの、うん、まだ絶賛練習中なんだけど、コツとかはコツっていうか、うん、っていうのをするといいよみたいなのがある。じゃあそれブログで書いてよ。じゃあぜひ。そうだな、気が向いたら、うんうん、向かないなこれな、うん、でもやるよね。メトロノーム聞いてて、それを裏拍で撮ってみたいな、ね、いやいや、そうで、たまにすごいおしゃれなさ、曲とかだとさ、うん、最初さ、こうやって入ってたけど、あ、これ 裏拍だったんだみたいな、うんうん、最初は頭かなと思ってたら、聞いてたら裏拍に変わってるみたいなね、そういうおしゃれなやつもありますけどね。確かに音楽は深いですよ皆さん、うん、ねえ、ほんと面白い。もう何年あっても飽きないね。私どっちかっていうと浅く広くのタイプだけど、浅く広くっていうか、何？どっちかっていうとジャパニーズポップスみたいな、あの日本人に受けそうな、うん、このメロディーめっちゃいいとか、このリズムすっごいいいみたいな、心の溝落ちに来たみたいな感じの研究をするのが好きで、シェイド君は基本をね、基礎に忠実に、まあそうね、やるタイプだよね、うん、真逆だね。そうだね。でその2人がちょうど合わさってるから、うん、おかっぱみきとしぬわずはいいんじゃない、いい感じなんじゃない、別にそうではない。あ、そう、そうでね、コメントもたくさんいただいてますよ、はい、ありがとうございます。珍しくミュージシャンらしい話してるって、しょうがない。あ、ほんとだ。でね、採血のコツがあるよ。採血、採血かね。私ね、見える全然ね、血管ないの。翔子ちゃん、これやばくない、これ採血しづらくない、この血管。採血してねえな。じゃあシェイド君の血管どうなってんの、ちょっと見してよ。血管どうなってんの。取りやすそう、シェイド君って。なんかさ、看護師さんってさ、街歩いてていい血管の人見ると採血したいって思うみたい。どう、これ取りやすい。てか白、白い、私より白いじゃん。やばくない、真っ白じゃん。しかも毛生えてない。毛ないし、トゥルトゥルやん、これって。やばくない、これ刺したいって書いてる。刺したい、刺したい。翔子ちゃん、じゃあぜひね、次回会った時は採血してあげてください。はい、いいのかな、勝手に医療行為に当たるから。逃げます。どうだ、逃げます。そうなんだ。でね、ベース聞きたいっていう声もあるし、教えてもらいたいって。ああ、ぜひぜひ。でね、みゆきちゃんはいつも声量がすごいっていう風に書いてますけど、そういう声よくいただくんですよ。でも声量ね、すごいっていうのは、2つ要素があって、単純に大きい声を出す人。うん、これは喉を痛めやすいんですよ。うん、そう、だから私は大きい声を出さないです、うん。響きやすい声を出すっていうね、コツがありまして、うん、そう、だからこの空気とか物とかに響かせる声、うんうん、だからすごいガヤガヤした居酒屋さんとかでも、うん、すいませんって言うと届く。そんな大して大きい声出してないんだけど、そう、そういうコツもね、ありますので、ちょっとぼちぼちね、ポロポロ出していきたいと思いますんで、引き続き配信見てください。あ、そっかそっか、関さんも看護師か、2人とも採血したいなんて。これね、いつもね、私ここむっちゃ縛られて、全然取れないから寝かされたりとかする、うん、時間浮かせるってこと。そう、こうやってグッパグッパしても出なくて、うん、で寝かされる。ちょっと寝てもらっていいですかって。私結構採血大好きで、採血されるときにガン見するんですよ、こうやって。その感じよくわかんねえな。で、見ないでくださいってよく言われるんだけど、そんなに見ない。近い近いみたいな、こうやってすごい見ちゃうの。なんで見んの。なんかだってさ、まずさ、まずさ、あ、これ、ここ取りやすそう。まずさ、だってさ、針がいつ来るか分かんないの嫌じゃん。あ、そういうことか。そう、恐怖から来るガンビってこと。いや、でもそんなに怖くないんだけど、なんか針来るタイミング見たいみたいな。あ、はい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 。そう、で、変態かもしれないけど、結構人によってはだって血抜かれるので気失っちゃう人もいるもんね。
翔子ちゃんも見る派だって。で、マリコさんは手の甲から採血だって。痛そう。痛そう。で、自分で自分の採血したりもするんだって。マジで。こうやってプってやって、そうじゃない。すごいすごいね、それなんかね、あの人件費削減にはいいかもしれないけどね。でもさ、なんかちょっと話変わるけど、アナフィラキシーショックの時にさ、自分の太ももに刺すやつも注射でしょ。そんなんあんの。そう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 、なんかね、何わーってなっちゃってるのを止めるみたいな、そうそうあるんだよね。で、よしえさんも見るって。みんな見るんだ。で、竹内さんはね、献血好きでよくしてるだって。あ、俺献血って言ったことないんだよな。あ、そう、竹内さんメール送ったからメール見てね。あとね、CD のね、なんていうの、お申し込みはあったんですけど、払い込みがないとキャンセル扱いになっちゃうんで、すいません、ここで業務連絡して。はい、ちゃんと メールチェックしてみてください。送りましたんで、私から。あ、エピペン、そう、エピペン、ここぶさすの。で、友達がそばアレルギーで、なのに、家族で年越しそば食っちゃって。ぶっ刺してもう入院してた、正月三が日ずっと入院してたっていうこともあるんでね、皆さんね、いろいろね、気をつけていきましょう、はい、今日もね、すごいあっという間に時間30分過ぎるね。多分さ、我々さ、スマホの話しちゃダメだ止まんないわこれは。2人でファミレスで話した方がいい。まあまあ、しょうがないね。音楽の話とスマホの話は終わんないっていうことが分かりました今日、ということでね、今日もあっという間に30分過ぎちゃいましたけれども、エンディングテーマをね、やってみたいと思います。1時間枠でぜひ喋ってくださいだってあ、スマホトーク私も入れてって声もあるよ。して2人ともジャケット脱いでるって。今日暑くない。あ、外は涼しかったけどこの部屋が暑いのかじゃあどうしよう、スマホトークお茶会とかするじゃん。うん、まあいいよ、俺は行くか分かんない。わあ、絶対来ないやつだねえ、まあ、そういう機会があったらスマホトークお茶会もしたいと思いますのでね。あとは音楽トーク、まあそうだね、うん、ついでに演奏もして、うん、いいんじゃない、ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、いつものあの曲を歌ってお別れしたいと思います。唇に歌ばよう。ブルブルな時の合言葉、音楽じゃなくて、おかっぱみゆきと死んでますお茶会はどうかって。だから来なきゃいけないぞみたいなため息色のあの日の僕はないものが足りて添えていた。一人ぼっちの子だけして自分のことしか見えなかった。ありがとうの数を数えてみた。500円ランチできるところもあるから、ドリンクバー付きでそこでやってもいいかもしれない。本当に大切だと思っている誰かを大切にするには自分も大切にできるような強さが必要だと知ったよ。きっと未来の自分が見たら大したことないって言うだろう。なんか翔子ちゃんがすごい宣伝してくれてるコメント欄でありがとうね。通販の URL は手紙がつきますので、通販はねぜひクリックしてください。今日ない
集すんの忘れてた。まだ間に合います。コメント欄にアーティスト名と曲名をぜひ書いてみてください。頑張って2人でコピーしますので。ということで、おかんぱギフトシネマスでした。どうもありがとう。今夜も楽しかったよ。おやすみ。土日楽しんでね。